秋山さん、私…いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。え？いや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それではビジネスの話はここまでにしましょう。ここからは
俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない、今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね、
ちょっと。